アデレードオークスフクロウを受け取ってええ私よどうしよう私のおじさんはゴブリンの間では割と有名な金属商人なの旅の最中は週末にフクロウを送ってくれるんだけど最後のフクロウであの過激なゴブリン蘭六の信奉者と取引するってほのめかしてたそれっきりだから心配なんだ トロールのホグズミード襲撃にゴブリンが関わってたって噂を聞いて不安でたまらないの。心配した方がいいのかなそれとも考えすぎ不安なのもわかるよ。おじさんは困ったことになってるかも。ウィーズリー先生より理解があるのね。おじさんを探しに行くって言ったら外出を禁じられたわ。先生はおじさんは自力で解決できるって信じてる。でもこのままだと気が気じゃなくて。あの、<laughs> おじさんを探してみてくれないあなたはローランドおじさんと同じくらい冒険好きだって聞いてるわ代わりに調べてみるよありがとうおじさんは丁寧に記録を取るの取引は全部日誌に書いて地図も作ってる最後の袋瓶には次の滞在場所の地図が書いてあったここの北よあなたがおじさんを無事に見つけてくれるのを心から祈ってる助けてくれてありがとう いいぞ杖を見つけたのか待て、学生なのかすぐに安全な場所に連れて行こう。ここは危ない。大丈夫。こういうゴブリンとは戦ったことあります。驚いた。よほど運がいいか、才能があるかだな。どうしてここがアデレードの友達だから、彼女乱アの信奉者とあなたを気にしてて。当然だ。私はあんな取引に同意できなかったそう伝えたら。 目隠しされて檻に入れられたんだずっと閉じ込められていたが私がいるのを忘れたみたいでねいろいろと耳にした何かお礼ができればいいんだがゴブリンどもに持ち金を全部取られてね感謝することしかできないありがとう間に合ってよかったですアデレードの大好きな人ですからね私もだあの子は私のやり方に詳しくなっていつもフクロウを分析してる 悪党どもとの取引に頼らずに済めばよかったんだがこの教訓は肝に銘じておくよ杖が戻ると旧友と再会したように感じるな家に帰ってアデレードに無事を知らせないと一人で大丈夫か平気ですアデレードに連絡してあげてくださいものすごく心配してましたからすぐに姪に会うつもりだその後は次の仕事に向けてできるだけ遠くへ旅に出るありがとう君の助力に。 心から感謝するよ。達者でいてくれ。